絡み合う。そして強度な丈夫な噛み合いで。踏めば踏むほど熱くなります。この熱さは目と勘で決めます。素材は竹、毛素だけ。これ 0.5 ミリの太さでずっと編んである。これも職人技。これ作る職人さん、原木で3人しかいない。それほど貴重なもんです。あのね、だから水は粘るんですよ。とね、これは入れる前だからガサッとしてます。ね、ね、これ入ってるの。全然キメが違う。キメが細かい。ということは生地が良くなる。絞ります。絞ることによってちょうど濡れてしよう。酒かす状態になります。これ1枚じゃないって。違うんですよね、この糸の数だけはわしが積み重なってる。まあこれはあと、これ少な先、はいはい、うん。それを生なり色、自然の色で日本画の絵の紙をすいてます。中央から伝わってきた。